見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。今日4月27日は星のカービィの31回目のお誕生日。カービィおめでとう。お祝いの気持ちを込めてディスプレイを新しくしました。どのグッズも大好きです。ふと思ったことがありまして、カービィグッズを集めるのが大好きで、ゲームも全作品遊んでいる私ですが、果たして歴代37作品のグッズをどれだけ持っているのか気になったのでお披露目していきます。よかったら皆さんの思い入れのある作品やグッズをコメントで教えてください。それではぜひ最後までご覧ください。星のカービィ、ゲームボーイで出た初めての作品です。現在ではスイッチでも遊べます。私は初代星のカービィと呼んでいます。特定の作品のグッズ以外は全部この初代扱いしてもいいのですが、今とはデザインが違うこのお顔のカービィを初代カービィグッズとします。30周年でたくさん増えて、ぬいぐるみもフィギュアもあります。同じくデビューしたワドルディのお祝いもしています。ワドルディお誕生日おめでとう。デデデ大王も同じですね。お誕生日おめでとう。その他初代星のカービィから出ているキャラもこの日がお誕生日です。おめでとう。星のカービィ夢の泉の物語、ファミコンで出た初のカラーで遊べるカービィです。夢の泉とスターロッドが初登場しています。この2つのグッズは結構多いです。それからレギュラーキャラのメタナイトが初登場しています。カービィのピンボール、ゲームボーイで出た初の万枚作品。カービィがボールになってプレイヤーはバーを操作して敵キャラを倒していきます。私は残念ながらこの作品の専用グッズは持っていませんが、3DS のバーチャルコンソールをカウントさせてください。 T シャツやトートバッグが出ていて今でも買うことができます。昔のグッズでリアルピンボールも出ていました。カービィボール、初のスーパーファミコンで出たカービィソフトです。ゴルフとビリヤードを合わせたルールのような対戦も楽しめる万枚作品。30周年のイラストでたくさんグッズが増えました。青と白のボールが特徴的ですね。星のカービィ2、ゲームボーイで出たビッグクーカインのアニマルフレンズ初登場作品。この3人のグッズはカービィ2扱いとします。私が初めて遊んだのはこのソフトで思い入れがあります。カービィのブロックボール、ゲームボーイで出たカービィがボールになってブロック崩しをする万枚編です。 3DS のバーチャルコンソールだけ持っています。ピンボールと同じくトートバッグが出ています。星のカービィスーパーデラックス、スーパーファミコンで出た本編初の2人プレイができる作品です。とても人気があってグッズが多いです。マルクやコック、川崎など人気のあるキャラが初登場しています。カービィのキラキラキッズ、ゲームボーイで出た万枚編でカービィ初のパズルゲーム作品です。20周年の時に出たマグネットを持っていました。星のカービィ3、スーパーファミコンで出た新しい仲間との冒険が楽しめる作品です。30周年でかなりグッズが増えました。 V は星のカービィ2が初登場ですが、メインキャラになった星のカービィ3のグッズとしてカウントします。カービィのキラキラキッズ、スーパーファミコン版、ゲームボーイ版を元に新しくストーリーモードが加わってキャラを選べるようになってパワーアップしたキラキラキッズです。こちら専用のグッズは持っていなくて発売しているのかも分かりません。もしご存知の方がいたらコメントで教えてくださると嬉しいです。星のカービィ64、任天堂64で発売した初の立体グラフィックのカービィです。
30周年でウィボンちゃん、アドレーヌちゃん、クリスタルを持ったカービィのグッズが増えました。コロコロカービィ、ゲームボーイカラーで発売した、傾けて操作をする新感覚の番外編です。攻略本を2冊持っています。星のカービィ、夢の泉デラックス、夢の泉の物語のリメイクでゲームボーイアドバンスで発売しています。リメイクということで攻略本くらいしかグッズがありません。この頃の4色カービィは青カービィがいなくて赤カービィがいました。赤カービィのグッズがあれば4色セットで夢の泉デラックス扱いにしていました。カービィのエアライド、唯一のゲームキューブでのカービィ作品で番外編のレースゲームです。だってワークスターに乗っているグッズはエアライドグッズ扱いとしています。星のカービィ、鏡の大迷宮、ゲームボーイアドバンスで発売した迷路のようなマップを探索する作品です。携帯通信機を持っているカービィと今作初登場のエンジェルカービィのグッズを持っています。同じく初登場のダークメタナイトは今予約受付中のマグネットくらいしかグッズがありません。タッチカービィ、任天堂 DS で発売した全てタッチ操作で遊ぶ番外編です。攻略本とマグネットを持っています。星のカービィ、参上ドロッチェ団、任天堂 DS で発売したお宝争奪アクションです。タイトルにもなっているドロッチェのフィギュアと初登場のアニマルカービィがいました。30周年で登場したお宝争奪戦もこの作品のグッズでしたね。星のカービィ、ウルトラスーカーデラックス、星のカービィスーカーデラックスのリメイクで任天堂 DS で発売しています。リメイクなのでグッズは攻略本くらいと思いきや、今やレギュラーキャラのバンダナバドルディが初登場した作品なんです。しかもいっぱい喋っていて可愛いので、遊んだことがない人にはぜひおすすめです。ケイトのカービィ、 Wii で発売したケイトを使ったアクションが独特な番外編です。攻略本とクリアファイルを持っています。集めてカービィ、任天堂 DS で発売したタッチ操作で進んでカービィを増やして遊ぶ番外編です。攻略本を2冊持っています。星のカービィ、 Wii で発売した正統派アクション作品です。今年 Wii デラックスとしてリメイクされましたね。人気キャラマホロワは初登場のソフトです。グッズが多いですね。星のカービィ、20周年スペシャルコレクション、 Wii で発売した記念作品です。過去に出た6つのゲームが原作そのままで遊べる星のカービィの追加ステージを遊べて、アニメも見れて年鏡を見ることもできます。ゲームと同梱で歴代の BGM が収録された CD や過去作の資料が載っているブックレットが入っていて、この作品自体がカービィグッズと言って良いと思います。星のカービィトリプルデラックス、 3DS で発売した自然いっぱいのワールドツリーを冒険する作品です。フラワードのカービィや初登場キャラパランザがいました。カービィファイターズ Z、 3DS のダウンロード専用ソフトでトリプルデラックスのサブゲームがパワーアップして一つのゲームになりました。このゲーム専用のグッズは見かけたことがないです。もし詳しい方がいたら教えてください。デデデ大王のデデデデデンジェット、こちらもカービィファイターズ Z と同じくサブゲームからダウンロード専用ソフトになった作品です。デデデグッズ自体は結構ありますが、この作品専用のグッズは銀図があるくらいです。タッチカービィスーパーレインボー、 WiiU で発売された唯一のカービィ作品で DS のタッチカービィと似たシステムです。グッズを見たことがありません。カービィやバドルディ、エリーヌを
このままの状態のフィギュアで出してほしいです。あと BGM がすごく好きでサントラも欲しいです。星のカービィロボゴプラネット 3D リリースで発売された、機械化された世界を冒険する作品です。一気にグッズの量が増えました。このあたりからゲームが出た後、その作品のグッズが発売されるようになった気がします。ロボゴアーマーは一体倍しますね。みんなでカービィハンターズ Z3DS のダウンロード専用ソフトでロボゴプラネットのサブゲームがパワーアップして一つのゲームになりました。この作品から白衣装になった天使マホローが登場しました。それからゲーム内通貨ジムリンゴが登場しています。カービィの吸い込み大作戦、こちらもカービィハンターズと同じでサブゲームからダウンロード専用ソフトになった作品です。今ではおなじみの満腹カービィはここで初登場です。グッズ化するとびっくりしているのがよくわかってとても可愛い。カービィバトルデラックス 3DS で発売されたカービィ同士が10種類の競技で競争し合う番外編の作品です。4色カービィのグッズがたくさん出て、いろんなカービィが好きな私としてはできるだけ集めました。星のカービィスターアライズ、カービィ初のスイッチ作品です。コピー能力のグッズ、資料集、オリジナル要素のフレンズハートのグッズがたくさん出ています。ケイトのカービィプラス、ケイトのカービィのリメイクで 3DS で発売されています。リメイクということでグッズは出ていません。スーパーカービィハンターズ、スイッチで出た基本プレイ無料のソフトです。このソフト専用のグッズは持っていませんが、ゲーム内で再現できるマホロー装備のフィギュアはあります。カービィファイターズ2、スイッチで出たカービィ同士の対戦ゲームです。グッズ持っていませんでしたね。プライズのぬいぐるみやマイニンテンドーストアでコールなどが出ています。星のカービィディスカバリー、スイッチでの本編初の 3D アクションです。歴代作品最多のグッズが出ていて、ぬいぐるみだけでこの量が出ています。頬張り変形はグッズ展開を想定して作られたのかなと思っているほどたくさんのグッズが出ています。カービィのグルメフェス、スイッチのダウンロード専用ソフトでカービィ同士でイチゴの早食い競争をする番外編です。4月に出たプライズ食玩マイニンテンドーストアでのラバーキーホルダーを持っています。8月にはたくさんのぬいぐるみが発売予定で、可愛いカービィがいっぱい出ます。星のカービィ Wii デラックス、星のカービィのリメイクでスイッチで発売しています。グッズは今のところ雑誌の付録のポスターくらいです。グルメフェスのグッズ展開が一段落したら Wii デラックスのグッズが出るかもしれませんね。歴代カービィ37作品のグッズを見ていきました。他にもカービィカフェやグッズならではの世界観を持っているものもあって、どれも大切なカービィライフの一員です。31周年もカービィが大好きということを発信していきます。視聴者の皆さん、これからも一緒にカービィを応援していきましょう。このチャンネルは YouTube でのカービィ好きさんも集まって楽しめる場所になれればいいなと思っています。動画の感想以外にもカービィの好きなところや持っているグッズ自慢をお気軽にコメントしていってください。それではまた次回のカービィ動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。改めてハッピーバースデーカービィ。